大変大変、どうしたの？私を撮ったとんでもなく可愛い写真にお化けが写り込んじゃってたの。え、お化けが？それは大変。二人とも私の写真のどこにお化けが写り込んでるか一緒に探してくれない？もちろん。一緒に探そう。まずはこちらの私の超可愛い写真。この写真の中にお化けが写り込んじゃってるんだけど、一体どこに写り込んでるかみんなわかるかな？この辺りはお化けいないかな。どこにお化けが写り込んでるんだろう。お化けが写り込んでるところがわかったよっていう人はグッドボタンを押してみてね。あ、もしかしてここ？お分かりいただけただろうか。お分かりいただけた方はグッドボタンを押していただけただろうか。もう一度ご覧いただこう。私の髪や顔、お洋服は大丈夫みたい。前にいるのはキュアワンダフルかな。あれ？キュアワンダフルのヘアアクセの王冠のハートの部分にお化けが。こんなところに映り込んじゃってるなんてびっくり。次の写真も探してみよう。次の写真も私のとっても可愛い写真。この写真の中にお化けが映り込んじゃってるみたいなんだけど、一体どこに映り込んじゃってるんだろう。みんなわかるかな。これはちょっと難しいかも。よーく見て探してみてね。どこにお化けがいるのかな。みんな見つけられたかな。あ、お分かりいただけただろうか。もう一度ご覧いただこう。私のヘアクセや髪、顔にはいないみたいね。この辺りはどうかな。あれ？右上のリボン、なんだか怪しい気配。近くに寄ってみるとお化け！まさかこんなところにお化けがいるなんて怖い。次の写真も見てみましょう。次の写真も私のとびっきり可愛い写真。この写真の中にもお化けが写り込んでるんだけど、一体どこに写り込んでるかみんなわかるかな。なんだか怪しい気配がするけど、どこに写り込んでるんだろう。この辺りかな。こっちかな。一体どこに写り込んでるかみんなはもうわかったかな。お分かりいただけただろうか。もう一度ご覧いただこう。この辺りはお化けはいなそう。こっちはどうかな。こっちもお化けはいないみたい。あれ？私の髪、なんだか模様があったような。これ模様じゃなくてお化け？私の髪にお化けが映り込んでいるなんて怖い。次で最後の写真だよ。最後の写真にもどこにお化けが映り込んでるか探してみてね。最後の写真は私とキュアリリアンの写真。仲良く二人で写ってる写真。この写真の中にもお化けが映り込んでるみたいなんだけど、一体どこに映り込んでるかみんなわかったかな。二人でハートマーク。すっごく素敵なお気に入りの写真なんだけど、こんな写真の中にもお化けが写り込んでるなんて、お化けって最低。一体どこに写り込んでるんだろう。みんなわかったかな。お分かりいただけただろうか。もう一度ご覧いただこう。キュアリリアンにはお化けは写り込んでないみたいね。私の方はどうかしら。お化けは、あれ、私のリボンの真ん中、なんだかいつもと柄が違うような。これってお化け？もうこんなところにお化けが映り込んじゃうなんて。お化けなんて飛んでけ。あー、いなくなった。よかった。みんなも怖いお化けが出たら私がやっつけてあげる。最後までお化けを一緒に探してくれてありがとう。心強かったよ。この動画が少しでも面白いなと思ってくれた人はチャンネル登録してくれると嬉しいな。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。遊ぶ
ャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうすると、アソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。